どうも、シャペンです。今回は、昨日リセマラ放送しまして、すごい楽しかったんで、また、月末にやります。鳥獣でありますわ。でも、この動画の本題はそれじゃなくて、そのリセマラ放送のサムネで使った、これですね。はい。この星5が10体出てる画像。オール星5。この画像結構ね、僕有名だと思ってたんですけど、割とコメント欄で、これ何ですかとか、これ本当なんですかとか、これコラー画像じゃないんですかって質問を結構いただいたんで、豆知識程度に紹介していこうと思います。これは何なのかっていう。で、まずこれは日本版じゃないんですよね、実は。10体星5ってどんぐらいの確率なんですかね。これまでやった人いるんかっていう。普通に宝くじより上回ってそうですね、確率は。北米版なんですよ。北米版モンストの画像。2017年8月1日にサービス終了したんですけども、その直前ですね。7月31日までサンキューガチャっていうガチャがね、開催されてまして、このガチャの内容が限定込みの星5確定ガチャだったんで、この画像が実現できたというわけですね。まあ、いわゆるもう終わるからやけくそガチャですね。何やってももう完全データなんで、価値がほぼなくなっちゃいますからね。で、ちなみにこれ以外もなんかね、毎日、オーブ50個配布とか、あとは全ての降臨がスタミナ1でできるみたいな、まあ、いろんなキャンペーンをして、幕を閉じたというわけでしたね。で、これであと海外版はもう、台湾版ぐらいですかね。あともう一個あったかな。やっぱりモンストとか他のソシャゲみたいなのは、日本以外受けづらいんですかね。海外はあんまり流行ってないらしいんで、日本特有なんですかね、こういうゲームって。で、やっぱこういうの見てるとね、日本がもし、まあ、まだまだ遠いと思いますけどね。そう近くないと思いますけど、もし日本版がサービス終了するとき、何やるか気になりますね。人が減って終わるのか、なんか不祥事を起こして終わるかですからね。でもなんか記録は残してほしいですね。なくなっちゃうってのは悲しいんで、オフラインでモンスターボックスとか見れるとか、そういうのあったらいいなと思ってますね。でもなんやかんや、すごい惜しまれつつ終わっていきそうだなと思いましたね。めっちゃ短い動画ですけど、いつ終わるかわかんないんで、楽しめるうちに楽しんでおきましょう。というわけでよかったらコメントなんか皆さんの、感想お待ちしております。僕は10連でこんだけ出たことありますとか、モンスターがサービス終了するんだったらこんなんやんじゃないかとか、なんか待ってます。あとついでにチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで毎日妄想動画投稿してるんで、よかったら登録していただけるとこれから頑張っていくんで、どうかよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。さあ